山田決算会って言ってもね、あまりね、テンションも上がる感じじゃないよ。こんばんは、山城と申します、まあえーと。今回からもうね、底報の方に入れるね、サブチャンネルやってましたけど、ちょっと底本に回そうというのもね、今ちょっとストックの方がね、もう80本ぐらいある状態でね、今8月、えー、今ね、これ5月のね、決算をやろうっていう話ですけど、えっ、ー、と、 タイトル6月になるのかな？あれ、も忘れ出久しぶりすぎて忘れてしまった。あの。 動画自体はね、もうね、ね。もう9月っ作ってたりすするんですよ、ね、あのだいぶ先のところまで作ってれるんで普通に差し込みをしていくとちょっとさあかんこれでさすがにあの何ヶ月先になるんやってことなんでちょっとね1日6本とか 7, 7本ぐらい作ってね、えー、ちょっとやっておったらおっということになってしまったんでえー、そこ方の方にね、入れてねちゃちゃっとやっていきたいと思いますちゃちゃっとやる割にはちょっと大きめのえー、ちょっと変,化変更点のね、話とかもねちょっとしたいなというところがあったんでね していいこうと思いますで、えー、まず、えー、っと、あれを見ていこうかなというところなんですけどね、ねえっと、決算会なので、ニコニコの方から、えー、見てましたっけど、YouTube から見とったっけ ?YouTube から見とったっけなえー、もう一番も忘れちゃいましたけど、えー、っと、あ、じゃあ、ニコニコからか。えー、ニコニコからね、じゃあ、えー、見ていきましょうかね。あー、えー、っと、ここ5月分ですね、ネットのデータを見ていきたいと思います。さあ、なんですけど、うん。 まあね、まあね、あまり乗り気じゃない。乗 <laughs> り気じゃないのもね、まあ全てね、筋が表しております。 もすべ、えー、ては数字を見れば乗、えー、り気じゃないのを分かっていただけるかなというところですね。5月、えー、のデータがこんな感じですよということですね、えー。投稿数39本に対して、えー、視聴回数は774ということですね。まあ、前回よりちょっと視聴回数は持ち直す人はいるのかなというところなんですけど、まあ、コメント453の、えーえー、いいねボタンが44ということなんで、まあ、引き続きあまり、えー かんばしい数字ではないよということですね。で、えー、収益データの方も1467ということで、えー、久しぶりに、えー、とワースト記録更新ですね。んあ、一応、あ、1402があるか。1402があるから、まだギリギリ更新ではないのか。ですけど、まあ、この時はね、もともと始めたてのところでっていうところですからね。うん。で比べると、まあ、ちょっと、うん、うん。 難しいですね。再生数だけじゃないなというところはね、ちょっと難しいなってところですけど、なかなかね、投稿数も39本、うん、あんまり数が増やせてないのかなというところも、うん、頭の痛いところかなですけどね、正直ね、ニコニコ動画に関しては、タクト的にこれぐらいがあれかなっていうところですね。正直あの その10本の予約投稿なんでね、多分ね、あのね、こんなのにね、この10本の予約投稿でね、枠が足りねえよっていうのね、た分私ぐらいしかいないんでね、えー、ニコニコの投稿っても基本的には、まあ、もともとずっと予約投稿がなかったっていうのもあって、取って出しのね、イメージが強い、えー、プレミア会員登録してないとね、あのそもそもタイマー予約もできませんしねっていうところなんで、比較的、えー、 その時間に合わせて、えー、十分なけた時間に合わせて、こう投稿をね、えー、アップロードする時間をね、調整するかとか、えー、もう一回もうね、取って出してね、ポン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 出していくよ。あんま時系列を気にせずにね。で、コメントの、えー、投稿調整とかね、そういうのでね、えー、そのあたりを、えー、ちょっと見てもらいたい時間にね、ちょっと見やすくするような工夫とかをするとかっていうのがあるかな、くらいなんで、うんえー、そもそもその、こんなにね、あの100本とかね、えっ、ー、と、今、え 70プラスショーツを20本ぐらい作ってある。ショーツは7月の21日分ですから、えっ、ー、と、26本作ってあるか、26本ストックがあるってことは。あー、それはあ広いな <laughs>。っていうことですね。ですんでね、うん。まあ、そのあたりとかもあってね、なかなか大変だなというところではありますね。うん っていうところですね。まあ、えー、いうところもあって、まあ、その辺りで、まあ、ちょっとん、伸び悩み、まあ、どうしてもそうすると、一歩一歩のね、え当てリートを上げに行くところですけど、まあ、えー、その辺りがね、なかなか、まあ、特に、えー、ここの直近5月に上げてたやつが、正直動画としてそんなに強くなかったのかな。これ、6月のデータが出てきてしまってるんで、あれですけど、5月、5月に上げた。 で動画こっちで見てこうか、YouTube で見た方が早いかなってことは、YouTube の方ちょっと見てみましょうか。YouTube で見てみると、YouTube だとね、5月に上げた動画でね、パッと上がってくるのが、どうしてもこっちの動画になってしまうんでね、あれなんですけど、えーとね、フル上げて、山田決算会をやっ、そうですね、あのー、山田決算会をずーっとやっとった時なんで、まあ正直動画としてはやっぱし弱いですよね。うん。 ずっとこの、えー、部屋撮りのね喋、えー、りどころかがメインになっていたんでしかも同じようなね、えー、内容のところでっていうところだったんで。 まあどうしてもね、うちのチャンネルとしてはここのところ一度おさらいをしてね、整理をして、えー、やっていきたいなというところがあったんで出しましたけど、やはりちょっと動画の再生としてはもともと期待してないところだったんですけど、まあちょっと厳しいなということで。で、まあ今ね、ちらっ出ましたけど、それはね、YouTube も結構同じような傾向があって、1万5000再生ということなんで、えー こんな感じですね、えー、前回よりもさらに2000再生下がって、ちょっと6000再生ぐらいまでね、えー、どんどんと下がってきていて、うん、なんか、上がってくかなと思ったところから、えー、伸びないなというところになりましたというところですね。まあ、伸びてる動画は全てもうショーツですよというのもま堅、あ、調なところですけど、うん。ってことで、まあ、ロング系のね、動画がまあ、伸びない、えっ、ー、と、新規で開けた動画でロングネットは一切上位のところに入ってきてないですもんね。 えー、こんな感じ。こんな感じでちょっと細かいところまで見れますけど、えー、っと、上位、えー、上のところに、ショーツじゃない動画で、入ってきてるの、これ、ああ、産業体これぐらいか。うん。 あれですね、あの松屋のあ新しく産業体複合店舗のところに行ってきましたよという動画、これ197ってことなんですけど、えー、これぐらいで、あとはもう、大激沈ということですね。えー、この辺りととかからちょっと、えーと 外ロケに行ったやつがちょっと後半に上がったのが、えー、少し入ってきてるかなっていうぐらいで、えー、っていう感じなんでまあ厳しい数字ですよねということなんですけどこれねまあそれでね、まあ、厳しい数字ということでねまあチャンネルのジャンル化を図るっていうのでねあのショーツを、えー、この6月からね えー、個人チャンネルを新たに作って、新たに作ってというか、まあ、2009年から作ってやったチャンネルを、えー、のアカウントをね、えー、そのまんま持ってきて、えー、動画投稿をね、ショーツをそっちに分けるような形でやってみて、まあ、これでね、えー、その、取材選択しやすいように、まあ、ちょっとショーツで、えー、とあれで、顧客、ね、あのニーズがちょっとあんまりにもばらけすぎとるんちゃうかということでね、分けてみたんですけどね、まあ結論から言うと、これかなり失敗してまして、えっ、ー、とね、 まあ見たらわかるね。今、6月の段階で、今、どんな数字になってるかというと、もう3000再生までいってます。まあ、まあ下がる、こっちが下がるのはもう仕方ねえなと、ね、もちろん、あのほぼほぼショーツで入っておったんで、それが、えー、ほとんどなくなってしまったんで、3000再生になっているということなんで、うん、まあ、これもちょっと、当初よりの予想よりも落ち込んでるのかな。前はね、6000とか、えー、あったわけですから、えー、それと比べるとね、あからさまにあショーツが、そうやね、うん。 意識高いことか、ショーツの運用が始まる前だと、あ、でもそっか、ここら辺か、上イボタンとかで前、まあ、でも音声再生とかだったってこと考えてと33、まあちょっと厳しい数字ですよね。うん。で、何がこれね、きついかっていうと、えっ、ー、と、じゃあその、 回してるね、そのショーツの方に特化させたチャンネルがどうなってるのかっていうと、えー、っと、3900再生ってことで、こっちがこれでね、えー、1万再生とか言っていたら、まあまあ分けてね、あれでいけたかなと思うんですけど、登録者もね、こっちが、えー、6増、えー、初期にね、ちょちょっと、えー、移行してもらった方がいらっしゃったんですけど、そっから全然追加で、えー、まあ全くもってなかず飛ばずという状況になっておって、まあ正直これ、分けたのは、 もう、これがね、5000は最低ライン打ってないと、さすがに分けた意味がなくなってしまうんで、で、えー、実は、えっ、ー、とこ、ね、メインチャンネルの方、スタステルのチャンネルの方は、えー、実は登録者数が直近だとめちゃくちゃ減っちゃってるんですよ。うん。ですので、まあ正直言って、えー、 と、まあ、えっ、ー、と、非常に、えー、よくない結果になってしまったんで、えっ、ー、と、7月、大事な発表っていうのはこれなんですけど、7月、えっ、ー、と、もう一回ちょっと、えっ、ー、と、元に戻しますもう、あの、ショーツ用に開いたチャンネルはなかったかとしても、やっぱこの、えー、1チャンネルに集中させようという方向にちょっと変えてきます。でないとね、あの、 ちょっと、えー、結局、あの、とん倒れになってしまっているという状況なんでね。まあ、正直、ちょっと動画の管理的には分けた方が、こっちとしては管理がちょっとしやすい。えー、ショートとこれでね、合わせて100本とかをね、常にあの予約リザーブで持っていて、それをまた、えっ、ー、と、投稿があった段階でね、えー、入国道の方に上げてとかっていうようなスケジューリングとかってしようと思うと、まあまあね、ちょっとね、データの管理がね、もうぐっちゃぐっちゃになっちゃうんでね、一つの画面のところ、あの、予約動画だけで、あの、 4ページとか3ページになっちゃうわけですからね。えー、っていうことだったんで、ちょっとそれがあれだったんですけど、まあ、ちょっとそこら辺のは感じしやすいような対策を考えて、もうちょっとやっぱ一つにまとめないとちょっとさすがに。で、えー、とにかくもうこうなったらね、物量作戦でね、もう月、常に、えー、分けたことによって、今月は多分ね、この YouTube のチャンネル投稿数が30とかそういうぐらいになるんですよ。そしたらもうね、もう、あのもうで、 ね、再生数が4000いかないよっはね、ちょっとさすがに厳しいなということでございますね。なのでちょっと、えー、もう1ヶ月で、早々で申し訳ないんですけどねあのか、あの、分けますよって言ってから1ヶ月で、まあちょっとデータ取ったら、まあ、あまりにもちょっと広いデータだったんで。 に戻します。7月までにも戻します。早いうちに、とりあえずデータの移行をちょっと、もう、いや、そっちの方で予定を組んで作ってあるもんで、それをちょっと移行させないといけませんもんでね、そんな感じでやっていこうと思います。で、この間に、個人チャンネルの方で上がってた、そのショートに関しては、もうそのままちょっとそっちの方に残しておきます。こっちに移していって、最初はね、ちょっと時系列、および時系列と、その、連番管理ですね、とか、そのあたりの。 管理面のところで、えー、やっぱそれだとね、あの飛び番が、ね、できてしまってよくないんじゃないかっていうふうにも思ったんですけども、正直、ショートに関してはそこまで考えて、えー、見る必要もない、えー、ところなのかなというところなので、もう、もうそれはもう一緒にしてとこうかなということでですね。ということです。そ,はそのまま、ですから今まで上げたやつ、多分二26とか27ぐらいまでのやつはあれですけど、7、えー、月までにはね、完全にもう一回、もう、 えー、こっちの方に戻して、で、あーっと、投稿時間ですよね、問題は。で、投稿時間は、まあ、もう一回朝の10時かな。朝の10時にして、えー、えー、あそこの時のが、やっぱし、数字の伸びが良かったんで、朝の10時投稿で、えー、ちょっと管理してやっていこうかなと思っております。あとね、ん ?10 時とかじ、えー、っと、深夜投稿の方のがいいのかな。 あだと13時から1時間空きでの投稿になるのか、えー、それはちょっとあれだな、良くないなっていうことなので、まあ多分10時投稿で、えー、またちょっと様子を見ていく形になると思います。で、他の動画もね、ちょっと速報とかもちょっと入れたりして、あれして、で、本当は1日3本以上を超える動画、だから1日4本以上ね、動画を投稿すると、あの、アナリティクスじゃなくて、あと、通知。 のところからの除外がされてしまうんでね、あんま良くないよっていう話を前にどっかでしたかなと思うんですけど、ちょっともう、えー、そのあたりとかもう一切取っ払って、もうそもそも3再生、4再生がね、5再生、6再生が3再生になりました。 でね、まあですので、ね、ちょっと、もうその中であたりあまり気にせずに、特にサブネットはね、もう後半にガンンと上げるような形でね、えー、ちょっと、量、ちょっと今月は、うん百本をね、えっ、ー、と、えー、ですから、その七月はあれですけど、えー、と八月か、八月はもうちょっと、えー、今まで市場最も、まあね、二月に百六十四本っていう、えー、実績がありますけど、もう全然足りねえぞと。 1>, えーね、1チャンネルでね、164本、うん、上げたらね、普通だったら多分多い、多いよね、多いところだと思いますけど、うんまあ、やはり数字が出ないんだったらもっとね、数を打っていくしかないってことで、まあ、日曜、ちょっと8月は200本。 目標にね、えー、作っていて、で、あとは TikTok の方もね、ちょっとね、うーん、投稿できるように、ちょっとね、実はね、なんか、なんかしないけどね、前パソコンから投稿できとったら、急にまたできなくなってしまって、ちょっとそのあたり、なんか設定の変更が良くなかったみたいで、できなくなっちゃったんで、ちょっとそのあたりをもう一回ちょっとやり直して、で、TikTok に関しては、そのショート動画はもう、 小強い、先に公開にしちゃおうかなとも思ってます。あの、要は、もう、できて、取って出してね、ティックトろの方で流して、あっちの方のがやっぱり海外受けがあるのかな、アジア向けのね、ところやっぱ強いなっていうところがあるんでね、えー、そういうような感じで出して、出ないと、あの、合わせて更新が、あの、もう、やはり仕事中になっちゃうんで、足し、上がったねって言ってアップロードっていできないんで、あの、 仕事からねあの、職場にね、で、スマホね、あの全然見れるよっていう人からすると、あのピンとこないかなと思うんですけど、実際ちょっと話をしておったら、実際スマホ見るのよ、ね、別に仕事のね、合間にね、ぴゃぴゃっと開けちゃえばいいじゃないのっていう人もね、いらっしゃったんですけど、あのやはり業績によってはそこはできるのかっていうね、うん、全然普通に仕事中にね、それこそ YouTube であの配信。 あのを、ながらで聞きながら、あの、仕事してますよっていう人とかも、やっぱ、業種によっては全然できるらしいんですよね。で、うちのところは、当然ですけど、もう一切ね、そういうのができないというか、もうはや、あの、スマ、あの、携帯電話のね、単純に所持もね、最近は情報漏えいのね、感じとかでね、すごく厳しくなってたりするんで、うん、思ったら、こう、ハッとっていうね、ところとかあるんで、だから、その投稿なんて当然ね、えー、しようもないっていうところだったりしますんでね。えー、っていうことなんで、まあ、 その値を考えると、もう取って出しでね、えー、作って出しで、えー、やれるんだったらやるのかなとですけど、ストックがもう200本ぐらいあるんでね、それと、上げるだけで1本の、1本また耐久ローが作れそうなぐらい、えー、ストックがあるのあるんだよな。もうそれぐらい言ってますもんね。ということなんで、ちょっとその値とかもうちょっと考えながら、ね、やっていきたいなと思っております。というところかな。まあ、収益的にはそんなところかなというところですね。うん。まあちょっと、えー、きっとこの4月、5月はちょっと、 5月、6月が特にね、もう、あの6月はね、また多分計算会で取りますけど、もう悲惨な数字になるんで、もう、あの、それのね、動画を、6月のね、と七を7月に取ってからさあ変えましょう、じゃちょっと遅いなということでね、やはりこういう時にね、まあ、えー、山田さん、あの、迷ったら動く人なんで、えー、あの、道の山だとね、 と、えー、とにかく動く動山だと、ね、少しはじっとしておられるのかってねよく言われるんですけどね、まあ、全くもってじっとしてられないんでね、えー、思いついたらもうね即行動にね、えー、移さないとね。 ちょっと気が済まないというところがあるんで、まあ、それが、その結果が今のこのね、チャンネルの悲惨な状態ではあるんですけど、ならばもっと動く。うん、普通の人はならちょっと一回止まるよってね、思うかもしれませんけどね、ならば動く。それが、ね、スターステイルだということでね、えー、動いていこうということで、7月からその辺りをもう一回戻して、えー、それでもうとにかくやはり、えー、投稿本数ね、ちょっと投稿本数にこだわっていこうと思います。えーと えー、目標としては、月100本、月100本ペースぐらいで上げて、えー、とそうすると600本上げれるでしょ ?2400、2500、2500とか、うんできれば3000円ぐらいまで、ね、上げたいですけど、ショーツを多めにしてね、3000円とかまで上げるかもしれません。そういうような感じでね、ちょっと数をとにかく売っていくような形を作っていこうかなと思ってますんで、えー、その辺りもね、えー、いろいろと動画を、ね、では。 上げてていいきたいなと思ってますんでね。もうストックはねあのー、外取りのストックももうめちゃくちゃあるんでねもうあのー、普通に、えー、山田さんが何事思なければね、えー、年末までの分ぐらい10月分ぐらいは余裕で確保してるなっていうぐらいのね、量の撮影分があるんで。 えどんどんと数打っていきたいなと思ってますので、それに合わせてね、え上げる動画もね、どうしようかな、もう BGM なしでやろうかなーっていうのもね、今はね、BGM 入れて、一応簡易テロップ、テロップは完全に簡易ですけどね、っていう感じでえやってますけど、そのあたりもね、もっと簡素化してしまって、BGM 入りみたいなやつはね、あれだった切り抜きチャンネルでそういう再加工するときに、その、 うちのチャンネルのね、動画をその再加工、切り抜きとかでポンポンポンって使うときに、あんま BGM がガツガツ入ってると、うん、再加工がちょっとしにくかったりするっていうのはあるかなっていうのが思うんで、えー、もしかしたらちょっと当たる、次のシリーズ、今作ってるシリーズはもう BGM 入れてるんです、途中がきの終わりなんで、それ、えー、も全部あれにしますけど、ちょっと一時期、えー、その後のやつ、9月以降ぐらいかなからのやつはちょっと BGM なしで、メインもね、 まあそうするとサブチャンのために何が違うんって話になってくるんでね。あれなんですけど。うん、まあ、そういうような感じもうちょっと視野に入れながらね。まあ、ちょっとそれは先の話なんで、また、その話題とかも決まってきたら、またいろいろとね、速報内とかね、いろんな形でね、またやっていきたいなと思ってますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、ん何だったんだろうな。まあ、とにかくね、えー、振り返るのにね、まあまあしんどい。えー、何だね、いろいろと慎重してね、マイク慎重して、実はね、キーボードも慎重したんですよ。これもちょっとまた速報動画みたいな形でね、入れようか、ね なとと思っってますすけけどどねねかやったんですけど、ねえー、反比例して数字がどんどん落ちていってますんでね、えー、ちょっとこの辺りとかもね、まあ、ちょっとてこいでまあね落ちたんならね投稿本数を上げるしかねまあね、えー、っいうことなんでね それも一つのあの品質確保の方法ではありますよっていうことでね、あんまりね、やる人いないですけど、普通はこういう時はね、えー、さらにテロップとかを入れてね、えー、より質の高い動画で視聴いじるぞとかっていうところですけどね、いやー、そんなね、社両癖ことはやりません。もうとにかく物量でいくぞと、えー。アイデアをもうとにかくとにかくぶつけてぶつけてぶつけ,つけまくってね、100本でダメだったら月200本、200本でダメだったら300本、300本あげようと思うと、 一 <laughs> 日10本投稿、さすがにしんどいかあの、物理的に時間が足りねえなっていうことになってしまいますけど、まあそのあたりもね、本当は編集できる人がね、もう一人おったりするとね、うん、直近振ってやるところなんですけど、ね、そのね、あの、岸さんがね、まさかパソコン持ってなかったとはな、持ってたらねあの、いやいや、できんことないやろって言ってね、えー、上渡すとこなんですけどね、そこら辺とかもね、まあちょっとね、いろいろとね、考えながらやっていきたいなと思っております。まあとにかくね、 まあ、どっかで話したことあるかな、分かりませんけど、うちとしては、本来の理想形としては、えっ、ー、と、1日で24時間分の再生時間分の動画を作っていくっていうようなね、形。えー、ですから、1日100本投稿とか1、1チャンネルでね、うん、やるような感じのね、チャンネルって言ってるんでね、ですからそのテレビ、テレビのチャンネルみたいな感じのイメージで、うちのチャンネルを24時間ずっとつけとったら、 何かしら番組やってますよ、ライブストリーミングでね、に換算したら、何かしらずっと番組が流れてますよっていう形を作るっていうのが、本来理想ではあるんでね。ですから、一日、毎日投稿で満足してるんじゃなくて、一日、そうするとね、ちょっと調べてみたんですよね。あのテレビ会社さん、あの地上波のテレビが、一日何本ぐらい動画を作ってるのかっていうと、 えっとね、少ないところだと21本だったかな。TBS だったか21本。あの、帯番組が多いんですよね、えー。帯番組の多い会社さんは、そういう感じで2時間、3時間の番組とか、昼帯とか作ってますよね。えー、その兼ね合いで、あの、長い番組が多いんで、実は番組数としては21本とかなんですけど、えっ、ー、とね、少ないところだと E テレか。E テレはあの、細かい5分番組とか10分番組とかも多いですからね。えー、そうすると、ね、90本ぐらいあるのかなっていうことなんで。だったらね、うちのみたいなチャンネルだったらね、 まあ、えー、毎日100本とかね、あげれるようなね、形とかにしていきたいなとはあるんですけど、まあ、さすがにね、これはね、かなり現実的ではない、現状ではね、えー、ですから一、ね、人で作ってやるにはね、ありなんで、だからそのためのチームなんでね、えー、そういうような感じにね、最終的には持っていきたいなと思うには、えー、今の段階でね、こんな数字じゃダメなんでね、まあ、とにかくね、数上げてきますよということでね、まあ、現状でも多分もう、底辺チャンネルとしては、うん、あの、 登録者数が1000人いないチャンネルで1000本超えてる。 チャンネル、動画の投稿本数が1000本超えてるところってなかなかないですからね。とか、もうね、まだ会ったことないよ。自分以外になったことないですからね。えー、そのあたり、まあ、うちのところ、まあ、万一現れるかもしれませんのでね、えー、2000本までは載せときたいなっていう気持ちはあったりしますけど、まあ、そういうのもあったりしますんでね、ちょっといろいろとバンバンと上げていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、このとこも速報でね、このまま垂れ流しで出しますとは思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、また改めて次の月もね、考えて,きていきたいと思います。 ということで、この動画、これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。